ロレートの聖母は、バロック期のイタリア人画家、カラバジョが描いた絵画。ローマのナボーナ広場近くにある、サンタゴスティの教会カバルティ礼拝堂に、所蔵されている。二人の巡礼中の農夫の前に、裸足の聖母マリアと裸の幼児、キリストの幻影が現れた情景を描いており、肖像における聖母、マリアの象徴性を高めた作品とも言われている。1603年に、 エルメーテ・カバレッティの遺産相続人の一人が一族の礼拝堂の装飾用に聖母マリアをモチーフとした絵画制作を依頼して描かれた。当時のカラバジョの競争相手で現在では才能的には劣っているとされているがか、ジョバンニ・バリオーネはこの作品が不敬で聖母子を中傷しているというして裁判を起こし、この作品が公開されると大衆の嘲笑の的となり、 大騒ぎを巻き起こすことは間違いないという理由で、空鉢を投獄することに成功している。ただし、騒ぎになることは容易に予測できたと言える。聖母マリアは自身を数敬する巡礼者と同じく裸足で描かれている。聖母子の背景にはその地位にふさわしい高貴な雲も、天使たちも存在せず、古ぼけて崩れかけのレンガ壁が見えるだけで、 マリアとキリストを過労じて聖なる存在としているのは、頭上の円行のみである。その一方で、夜の暗闇から現れたマリアはこの上なく、整った容姿で描かれている。聖アンナと聖母子1 6 0 5 6 0 6年、ボルゲーゼ美術館。ありがとうございます。